こんにちは、ダイレクトライン社長の広島です。今回はビリージョエルのオネスティのブリッジのコード進行を解説していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それではやっていきましょう。最初の I can find a lover、こちらのコード進行からいきます。まず最初 Gm、 左手で G をオクターブで鳴らします。そして右手では D、 そして G、 そして B フラット D、 これが I can find a lover のところですね。そして次左手 G をキープしたまま右手が D になります。 A と D と、そして G のフラット、このように鳴らします。そして次は Fm6、 左手が F のオクターブに降りて、右手は F、 そして A フラット C、 D、 このように鳴らして、次は、E 分の C、 左手が E にオクターブ、そして右手は E、G、C、 そして次が E フラットの6、左手が E フラットのオクターブ、そして右手は E フラット G、 そして6の C、 そして次に F のところでは F6 から F にします。左手は F のオクターブ、そして、右手では FA、 そして最初は D、 そして2回目は C に変えます。そして次は B フラット分の E フラット、左手が B フラットのオクターブ、そして右手では E フラットのコード G、 そして B フラット E フラット、そして B フラットのメジャー、左手はこのまま B フラットキープしたまま F、 B フラット D、 そして次は C のサス4のナインス、左手が C、 そして右手では G、 そして B フラットD、F、 それからただの C コード、左手はキープしたまま右手は G、C、E、 そして次は F6、 左手が F、 そして右手では F、A、D、 そして D、 左手が D、 そして右手では G フラット A、D、そして最後は E フラット、左手が E フラット、右手は G、B フラット、E フラット、ワン、ツー、スリー。そして最後は F 分の E フラット、左手が F に行って、右手はこの E フラット、G、B フラット、E フラット、キープ。そしてまた B フラットに戻るという流れになります。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。